小塚歩は青森県青森市出身のラジオ日経のアナウンサー。小さい頃から喋ることや笑わせることが大好きで、全国高等学校クイズ選手権での福沢明に憧れてアナウンサーを目指す。横浜国立大学卒業後、2002年に仙台放送に入社。四字テレビなどのレポーターなどを担当していたが、その後競馬中継をやりたいという理由で、 2005年4月に、ラジオ日経へ移籍した。なお2006年に、正社員登用された。競馬実況は、2006年5月13日と14日に、中央競馬実況中継や、地方競馬情報番組、競馬インパクトで放送された、羽田坂月でデビュー。中央競馬では2006年7月1日、福島競馬場の第一競争の実況が最初となった。 その後、しばらくは前半実況のみだったが、2007年8月25日の新潟競馬場で後半実況デビューとなる。2009年3月28日にドバイゴール電車品で G1 レース初実況を行い、同年12月20日に国内 G1 レースの初実況を行った。国内より先に国外の G1 レースを実況するのは極めて稀なケースである。 さらに2011年から2013年までは春のグランプリ宝塚記念を実況している。2010年2月1日付で中野ライタと交代する形で大阪支社に移動した。2013年4月より大関春と入れ替わりで東京本社に復帰。2017年1月5日にタレントリポーターの山本愛子と入籍をした。 2018年10月の3日間開催の時、佐藤泉の体調不良で実況ができなくなったため、ジョッキーベイビーズを含む合計31レース分、実況したこともあった。また、2018年10月28日放送分の、b s 1文競馬中継で桜の最終レース波乱予報のコーナーで、宮島桜に、あだ名で、小塚ちゃんと呼ばれ、番組内で少し照れていたシーンが見られた。 2018年の年度代表馬、アーモンドアイが制した3歳、ヒンバ3冠とジャパンカップの実況を担当。2020年からは中野ライタに代わりサツキ賞と日本ダービー、キッカ賞とボバクラシック3冠の実況を担当。2020年はサツキ賞、日本ダービー、キッカ賞ともにコントレールが制覇し、父である、 ディープインパクト同様無敗でのボバクラシック3冠達成の瞬間に立ち会った。ただし、サツキショーと日本ダービーは新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発令の影響で無観客で行われたため寂しさが残る初ダービー実況となってしまう。プロ野球は阪神タイガースの大ファンで関東でのセリーグの阪神がビジターの試合や 大阪市社在籍時や中央競馬の実況で出張するなどで都合がつく時にはホームの甲子園球場などに足を運んで応援している。また大阪市社在籍時には日川昭人と共に京セラドーム大阪で野球観戦をすることもありパリーグではオリックスバファローズのファンとなりファンクラブにも入会している。ラジオ日経入社初日に渡辺和明から オタグッズを見せられる、洗礼を受け、ハロプロおたになり、現在に至る。当初から、モーニング娘。推し。当初は、吉沢一目推しで、後に、石川理科が一水師になり、現在は、道重さゆみに続婚。ハロプロ卒業メンバーでは、元モーニング娘。の久住小春と、元とキュートの梅田エ理科も推し面で、特に梅田については、 キュートとハロプロから卒業しても応援していくと放送で公言している。ラジオ日経後輩アナウンサーの山本忠と声が告示しており、小塚、山本の親族でさえ判別するのは難しいという。ニンテンドースイッチ向けの競馬、シミュレーションゲームダービースタリオンの実況を担当した。鹿児島テレビ放送アナウンサーの上片平健は同期生。ありがとうございます。